から、これだよって持ってくると思ったの。バカか。そんなことめんどくせえことしねえよ。もう、だって見え見えだもん。だって小手は見てみろよ、このバカの。なあ、こんなやつなんか、スーツなんか、いらないんだよ、こいつの人生に。ケツ穴と共にあらん。おめえなんかまともに働いてねえんだよ。何がケツ穴だよ。バカだろ、こいつ。あ？何がケツ穴だよ。バカじゃねえの。そんなこと言ってるやつはスーツなんか着なくていいよ。何言ってんだよ、お前。何言ってんの、こいつと思って。パータがよ。トイプー保険かけてんね。KP 打ちながら。でもそのうちブロックされるから気をつけろよ。お前は俺のアンチだっていうの分かってっからな。もう読んでんだからな。わかった？見抜くの早いからね、俺は。ただ、すっとぼけてるだけだからね。気をつけてね。おい、どんどん開いてくるよ、あんなの。背中が痛い。久々に。昨日の仕事。カウンターの中入ると、やっぱいろんなとこや。刺激、過激、さんさん、今日は調子良さそうですね。そう。もみましょうか。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、俺が言ってんのは。おめえが俺の肩なんか揉まなくていいわ。一瞬ぶるったブロック入れられるかどうか。いや、お前はブロックだから。俺知ってんだからな。刺激、過激、てめえがどんなことやってきたか。裏でコソコソやってんじゃねえぞ、この野郎。全バレだかんな。おい。こそこそやってんじゃねえぞ、ほら。ねえ、ほなあ、刺激ちゃん。ねえ、佐野が死なないとでも思ってんの？ねえ、おい、
なあ。筒抜けだよ、全部。あれ？コメントしなくなっちゃったよ。ああ？なんだおめえ。みっともねえな。なんだおめえよ。図星かよ。まあ図星も何もねえよ。俺知ってっから。うん。なんだろう思ったのよ。言ってこいよ、この野郎。クソがよ。刺激？見抜けなかった？いや、俺もう、2、3年前から見抜いてるから。ただし、俺に害がないから、ほっといているだけ。こんなもんよ。うん。2、3年になるよ。くせえなって思ったの。うん。6年前ぐらいから、いたけど、俺の記憶が正しかったら、ああ、だけど、途中から、ああ、こいつこういうやつだ、と思って。6、7年前からいたけど。ほら、もうコメントしなくなっちゃったじゃん。俺ブロック入れてねえからな。ああ、よ、はい、ブロックです。なら、ようじゃねえから。うん。女のサムネとかでようとか言って、俺がお前鼻の下を伸ばして、いらっしゃいって言うと思ってんの？バカだろ、こんなの。ふざけてんじゃねえよ。そんなの他のこそ言ってくれよ。だいぶ前からファンです。コメント初です。よろしくお願いします。だいぶ前からなのに、今更コメントいらないんで、ブロックです。さよなら。もうファンいらないんで。あ、いちいち寝言は寝てから言ってください。はい。いらないんで。はい。初見、あんた有名やんな。あ、関係ねえんだよ。ブロックでーす。関係ねえんだよ。どの行動が正しいのかわかんない。俺が決めたことが正しいんで。はい、ブロックでーす。俺がやってることが正しいんだよ。ブロック早いよ。うん。あと、俺、バーミヤンとか、俺、バーミヤン行ったことないんで、ブロックです。はい。こんな感じです。そんな、バーミヤンとか、コテアンつける時点で、ただのクソガキだから。行かねえし。あざーす。大体考えてみろ。自分がコテアンつけるときにバーミヤンなんてつけるような小僧なんだから、ただの。大人バーミヤンなんてコテアンの発想がねえから。
ねえだろ、ロイヤルホストとかよ。ないだろ、言ってるやつだから。もう小僧いられんだよ。ねえよ。サイゼリヤとかよ。まあ、バカだからいられんだよ、こんな。なんだよ、バーミヤン。言って食ってろよ。何言ってんだこの野郎って話じゃん。バカはよ。と俺は思っただけ。こんなのいらねえし。楽しく配信やりたいよね。楽しく俺がリスナーと喋ってるのがよっぽど嫌なんだろうな。ほんとごめんね、アンチのみんなね。ほんとにすいません。すいません。あのさ、あの、KP 投げてくれてんのはいいんだけど、俺んとこそういう放送じゃねえから。あと8分です。うるせえんだよ、おめえブロックな、この野郎、刺激。だろてめえよ、18年も配信やってる人間にてめえが脳が来たるてあと8分でとか言ってんじゃねえよこの野郎、クソがよ、打ち消ししてんじゃねえよこの野郎、おいクソがよ。ゴミがよ、もうあと8分だよ。だからなんだよ。ビビって逃げてんのかよ。打ち消ししたってブロックは入れねえんだからな。なるほど。あと一杯だけ飲んだら、今日は終わるか。なあ。あと3、8分です。こんばんは、佐野さん。こんばんは。うん。はあ。
帰りする前にもう今日はこれで終わるか。バカが増えてきたから。なあ。な。いらねえよ、あんな。買ったりいいし。もう、マウスいじんのがもうめんどくせえから。はい。こういう一言コメントも、ほぼブロックです。様子見で入ってくるのやめな。車でガチャガチャやったらいいんだから。なあ、クソ野郎が。もうアウトだから。よし。今日は、この残り3分で終了な。みんなありがとう。なんとか昨日も、今日も。ね。田中さん、車を買われるんですか？ブロックです。はい。もう終わりって言ってから湧いてくるのは、もうほぼ全員、アンチなんで、はい。ブロッカーです。もうこれね、これ悪いんだけど、これで終わりですって言って湧いてくるのは全部ブロッキングですから。このバカだから、こいつら、これで終わりますって言って、すぐに、最後の方になって、コメントしてくんだよ。バカだから。ああ。こいつら分かってねえから。じゃあ俺これで終わり、放送終わるよって言うと、バカ湧いてくっから。終わり際に、クソ野郎どもが、な、まあ、あと1分だから。お疲れ様でした。はい。カルカルありがとう、まあ、決まった。あざーす。ありがとうございます。ありがとうございます。トリさん、ありがとう。おーす。失礼します。どうもです。